第2ステージは皆様にも馴染みの深いフォースターの名曲をメロディーで綴ってみました。フォースターは19世紀の中頃を生きた音楽家ですが、彼は長く南部地方に住み、農場労働者である黒人たちの生活と親しみ、その感情を映す素朴で優美な歌曲をたくさん作っております。それでは、石丸ひろしの編曲による SC フォースターズアルバムを指揮松原智弘、ピアノ伴奏大本典子でお聴きください。